ウィリアム・スタンデール・ベネット、ウィリアム・スタンデール・ベネット、サー・ウィリアム・スタンデール・ベネット、1816年4月13日から1875年2月1日は、イギリスの作曲家、ピアニスト。1816年、シェフィールドに生まれる。父、ロバート・ベネットはオルガニスト。幼児期に、父親が急死したため、祖父に引き取られて、音楽の手ほどきを受ける。 1826年、10歳で、王立音楽アカデミーに入学し、そこで10年にわたって、研鑽を積んだ。この頃、コンサートピアニストとして、名を挙げるとともに、最も評価の高い作品群を生み出している。1836年から1842年にかけては、頻繁に、ドイツを訪れた。ベネットの作品に感銘を受けたメンデルスゾーンは、 彼をライプツヒに招待し、艦隊した。同地では、ロベルト・シューマンとも親交を結び、ベネットの作品に熱狂的な賞賛を送った。イギリスに帰国したベネットは、王立音楽アカデミーで教弁を取る。その後ロンドンのクイーンズ・カレッジでも指導に当たった。1840年代及び1850年代には、ピアニストとしての演奏活動と、 ロイヤルフィルハーモニック協会の専任指揮者業務に専したため、この時期に作曲した作品数は極めて乏しい。1856年から1866年までケンブリッジ大学の音楽家教授、1866年から没するまでは王立音楽アカデミーの学長を歴任した。1870年にオックスフォード大学より名誉博士号を送られる。 翌年、ナイトに劣せられた。1875年ロンドンの自宅で成居。ベネットは、ヨークシャー州のシェフィールドに生まれた。シェフィールド教区の教会オルガニストであった、ロバート・ベネットとその妻エリザベス・ネイドン、エリザベス・ネイドンの間の三人目の子であった。父のロバートは、オルガニストとして務める傍ら、指揮、作曲、ピアノ教師として活動しており、 彼はそうした活動を共に行っていた、作詞家のイリアム・スタンデールにちなみ、生まれた息子の名前として授けた。ベネットが三歳の時に、父が急死し、ケンブリッジ在住の父方の祖父、ジョン・ベネットに引き取られて、初めての音の手ほどきを受ける。祖父のジョンは、プロのバス歌手であり、レイ・クラークとして、またキングス、セント・ジョーンズ、トリニティの各カレッジの合唱団に所属して歌っていた。 若いベネットの性質は良質のアルトであったため、1824年2月に、キングスカレー治療杯の聖火隊員に参入することになった。彼は1826年、10歳で、王立音楽アカデミーに入学した。試験官らは、ベネットの才能に驚嘆し、彼は、アカデミー史上初めて授業料と料費を全額免除、されることになった。ベネットは、その後10年間、 アカデミーの生徒として在籍した。彼の祖父の希望もあり、最初は専攻楽器としてバイオリンを選択し、パウロスパニオレッティ、ポロスプニエレッティの下で、またその後、アントニオ・ジェームズ・オーリー、アントニオ・ジェームズ・オーリーの下で学んだ。彼は同時に WH ・ホームズからピアノを学んでいたが、5年後には祖父の了解を得て、専攻をピアノに変更している。ベネットは、 アカデミー学長であったウィリアム・クロッチ、またその後1832年に学長職を引き継いだチプリアーニ・ポッターに作曲を指示していたが、ベネット少年は打ち気であり自らの作曲の能力に自信がなかった。彼は声学の講座を受講していなかったにもかかわらず、1830年にアカデミーが学生によるフィガロの結婚を上演した際、当時14歳だったベネットは、 ページボーイのケルビーの、このは通常トラベスティのメゾソプラノが演じる役に抜擢された。これはアカデミーでの数少ない彼の失敗談の一つで、ある。オブザーバー氏は、ひねくれてこう記した。ページ、ボーイについては、何も言うまい。しかし、ベネットが喜ばしく歌ったこと、そして聴衆が満足したとこは認めている。ハーモニコン氏は、彼の歌唱を、どう考えても、 公演の汚天であると断じた。ベネットの修作には、ピアノ競奏曲、第1番に単調オーパス、1、公共曲、テンペストへの前奏曲がある。競奏曲は1832年11月28日に、ケンブリッジの還元楽演奏会で初演され、ベネットはソリストとして登場した。作品はすぐにロンドンとウィンザー城でも再演された。 このウィンザー城での演奏は直名によるものであり、1833年4月、ベネットはウィリアム4世とアデレード王妃の午前で演奏したのである。さらに1833年6月にはロンドンで再度の公演が行われた。ハーモニコン氏はこの演奏表としてこう記している。聴衆としてこれを聴いていたメンデルスゾーンはすっかり感心し、ベネットを デュセルドルフのライン音楽祭に招待した。ベネットがあなたの弟子にしてもらえるだろうかと問うたところ、メンデルスゾーンは、いやいや、君には私の友になってもらわないと、と答えたという。1834年、ベネットは、ロンドン、ワンズワースの西安教会ワンズワース教区の分、街道オルガニストに選任された。同年、序曲、パリジーナ・パリシナ・オーパス。 サント、モーツァルトを模範とした、ピアノ競争曲第3番派短調を作曲した。彼はそこで1年間務め、次に、ロンドン中心街の私立学校やエドモントン、ヘンドンの学校群で教鞭を取った。7年生、8年生となった、彼がアカデミーから学ぶことは、ほとんどないというのは誰もが認めるところであったが、 彼は1836年まで、両費免除での大学を許されていた。それが、収入の少ない彼には、ちょうど良かったのである。1836年5月に、ベネットは、メンデルスゾーンのオラトリを、セーパウロの初演に立ち会うべく、デュッセルドルフのライン音楽祭に向かった。滞在中、彼は、グローブ音楽辞典が、ベネットの最も有名な還元楽作品と位置づける。 演奏海洋上曲、水のセーザー・ネイデスの作曲に取り掛かり始めた。ベネットが、キトに着いた後、メンデルス・ゾーンは二人の共通の友人であるイギリスのオルガニストで作曲家である、トーマス・アトウッドに宛てて、こう書き記している。思うに、彼こそが私が知る中で、英国のみならず、ここ、ドイツにおいても最も有望な若手音楽家です。 もし彼が非常に偉大な音楽家にならないのであれば、それは神の意志であって彼自身のものではないのだと確信しています。ベネットは初めての報読以後、三度にわたってライプツヒへ仕事をしに赴いている。彼はそこに1836年10月から1837年6月まで滞在し、自作のピアノ競争曲第3番のソリストを務め、 また2月13日には序曲、水の精の演奏で、ゲバントハウス管弦楽団の指揮を行った。ロンドンへ戻ると、すぐ王立音楽アカデミーの教員の職に預かることができ、1858年まで勤務することになる。彼の次のドイツでの長期滞在は1838年10月から1839年3月までであり、彼は、 ピアノ競奏曲第4番と演奏会洋女曲、森の聖ウッドイニンフスの演奏を追った。1843年1月から3月までの3度目の滞在では、カッセル、ドレスデン、ベルリンも訪れており、ピアノと還元楽のための気奏曲補聴調をオーパス22をライプツヒで演奏している。ライプツヒでは、ベネットは当時作曲家として、 より批評家として知られていたロベルト・シューマンと信仰を結んだ。ベネットはメンデルスゾーンに対しては当初いくらかの意負を抱えていたが、シューマンとの交友関係にそのような堅苦しさが付きまとうことはなかった。二人は昼には散歩で遠出をし、夜には地元の居酒屋で酒を組み交わす仲だったのである。彼らは互いに大規模なピアノ作品を検定し合っている。 1837年8月に、シューマンが公共的練習曲をベネットに検定したかと思えば、数週間後にはベネットからの返礼として、幻想曲をオッパス、16の検定があった。シューマンは、ベネットの音楽に対する熱狂を雄弁に語っていたが、一方のベネットは、個人的にシューマンに尽くしこそしたものの、彼の音楽に関しては、キーに過ぎるのではないか。 と気がかりに感じていたという。1843年に、ロンドンに戻ったベネットは、翌年海軍、ジェームズ・ウッド中佐の娘であるメアリアン・ウッド、1824から1862と結婚した。作曲活動は、多忙を極めた、教職、音楽管理業務により後回しにならざるを得なかった。ヘンリーハドーは1907年にこう記している。 彼はイングランドへの帰国後20年近くの間、数曲の歌曲、賛美歌、ピアノ曲のみしか作曲しなかった。この時期の彼にまつわることといえば、教職、編纂、管理業務に追われていたという話くらいしか見当たらない。ベネットは1842年より、ロンドンのロイヤルフィルハーモニック協会の指揮者となった。彼は、メンデルスゾーンにあるイシュポアを、 教会の還元楽団と共演してくれるよう説得し、公演を満員として収入を増やし、教会を財政危機から救うのに貢献した。1842年には、同還元楽団は、スコットランド公共局として知られる、メンデルスゾーンの公共局第3番を作曲者美の式でロンドン初演している。これは、ライブツヒデの世界初演の2ヶ月後のことであった。 メンデルスゾーンは1844年にも、教会の冬季最後の6回の演奏会で、式台に上がっており、自作やベネット作品など他の多くの作曲家の作品を取り上げた。1843年に、エディンバラ大学の音楽家教授のポストが空席となった。メンデルスゾーンの強い勧めもあり、ベネットはそこに応募することにした。メンデルスゾーンは楽長にこう書き送った。 応募者に代わり、私が学長殿に、その多大な影響力を行使していただきたくお願い申し上げます。応募者のスタンデール・ベネット氏は、あらゆる点でその職につく価値ある人物といえ、彼の芸術分野並びに国内において真に異彩を放っており、また存命の音楽家の中でも最良をかつ最高の才能を持つ一人であると考えます。しかしながら、このような講演の会も虚しく、 ベネットの応募は失敗に終わった。1848年5月、クイーンズカレッジ開校に伴い、ベネットは開校講義を行い職員として加わったが、一方で、王立音楽アカデミーでの仕事と、個人レッスンは継続していっていた。ベネットの伝記を書いたローズマリー・ファーマン。ローズマリー・ファーマンによると、彼はカレッジの教え子たちのために、 前奏曲と練習曲プレリューズレッスンズを作曲したという。この一連の練習曲集はすべての調整を用いて書かれており、1853年に出版された後に10世紀に至るまで音楽家の学生に広く使用されていた。1903年に出版されたベネットの人物紹介の中でカイジ・ー・エドワーズ、エドワーズはこう記している。教師。 ピアニストとしての仕事の要求に応えねばならなかった。以外にも、ベネットが大規模作品の作曲を長く、身を引いてしまう理由になったと思われる要因がいくつか、ある。1847年のメンデルスゾーンの死に極めて、大きな衝撃を受けたのだ。スタンフォードによるとこれがベネットには、癒しがたい、喪失感となり、翌年に彼はそれまで多くの自作を発表して、成功を収めていた。 ロイヤルフィルハーモニック教会との親密な絆を断ち切ってしまったのだった。この離縁には教会の指揮者であったミカエル・コスタ、マイケル・コスタとの意見の不一致もやや影響している。両者の互いに非協力的な態度は激しい争いへと発展していたのであ。ベネットは教会が自分を支援しなかったことに愛想をつかし、辞職した。さらに、ベネットのやる気を削いでいたのには、 英国の音楽愛好家や幾人かの代表的な批評家が英国の音楽家もドイツの音楽家同様に異業を達成できるという可能性をガとして認めようとしなかったこともあるだろう。もともとは同じような見方をしていたライプツヒ市民もすぐに味方となったのにである。1907年出版のベネットの伝記では彼の息子がベネットの序曲に関するイギリスとドイツの論評 並べている。ロンドンの批評家であるウィリアム・エールトン、ウィリアム・エアトンの票はこうである。シューマンの票は対照的である。1849年、ベネットはバッハ協会の初代会長となった。彼の指示のもと、協会は1854年4月6日にバッハのマタイ受難局のイギリス所演を行った。1853年には、 ライプツィヒゲバントハウス還元楽団の常任指揮者への招聘を辞退している。実のところ、彼はその誘いにかなり魅力を感じており、引き受けたいのは山々でありながらも、彼はイングランドに残ることを使命と考えていたので、ある。その正体は彼には遅すぎ、生徒の中に行き場のないものが出てしまったのである。彼は自分の生徒を失望させることを拒んだのだ。 1855年に、コスタはフィルハーモニック協会の常任指揮者を辞め、リヒャルト・アーグナーが後を継いだが、うまくいかずに1年でまた辞めてしまう。投票の結果、ベネットが常任指揮者の後継として選ばれた。1856年4月14日の彼の最初の演奏会では、旧友の妻であるクララ・シューマンをピアノ独奏に迎えて、 ベートーベンのピアノ競奏曲第5番を演奏した。これがクララの初めてのイギリス訪問であったが、夫は同行することができなかった。その頃、夫のロベルトは末期の精神疾患を患っており、ドイツのサナトリウムに収容されていたのだ。1856年3月、ベネットはケンブリッジ大学の音楽科教授に任命されたが、 王立音楽アカデミーとクイーンズカレッジでも教団に立ち続けていた。彼は音楽家の学位授与制度を現代化した。ビーバ墓地試験を設け、博士法希望者には音楽の学士法取得を要求した。彼は10年間教授職に泊まったが、1866年に王立音楽アカデミーの学長となったのを機に更新に道を譲った。 1862年が終わろうとする頃、ベネットの妻が頭痛を伴う病で亡くなった。ベネットの電気作家の W.B. スクワイヤー、スキーヤワコを記している。彼をよく知る者たちによると、彼がベネット夫人の死から立ち直ることはついにできず、それ以降友人らには彼の中で明らかな悲しみの変化が生じたように思われた。1866年に、 アカデミー学長のチャールズ・ルーカス、チャールズ・ルーカスが引退を表明した。時代の候補としてまず名前が上がったのがコスタであったが、彼はアカデミー学長として想定可能な収入よりも多くを要求し、折り合いがつかなかった。次に上がったのがアカデミーのピアノ科教授であったオットー・ゴールド・シュミットであった。彼はそれを辞退した上でベネットを任用する要獣役に強く働きかけた。 ゴールドシュミットの妻で歌手のジェニー・リンド、ジェニー・リンドが記すところによると、ベネットはイングランドで唯一学園を現在の腐敗した状態から蘇らせることができる人物だったのだ。ベネットのフィルハーモニック協会や大学でのそれまでの職は彼にソリストとしてのキャリアを断念させるようなものであったが、音楽大学を率いるという職もまた常に、 作曲家としてどうすることを許さないものであった。他のアーサー・サリバンやヒューバート・パリー、ガブリエル・フォーレのような他の作曲家たちも後年、同じような事態に悩まされていたが、ベネットの場合は、単にアカデミーを運営するというのみならず、並行の危機から救わねえばならず、特にこの職による制限を強く受けた。学長職は、伝統的にはさほど骨の折れるものでもなかった。 契約上は彼は1週間に6時間だけ出勤して、作曲と編曲のクラスの優秀者を教えるだけで良かったのだ。しかし、ベネットは危機の時代に引き継いでしまっており、学長に求められる仕事はかなりの量になっていた。彼が1866年に受け継いだアカデミーは、財政、芸術の両面で惨めな状態だったのである。音楽ライターのヘンリー・コール・レイはその年、 英国のオーケストラ団員の17%しかアカデミーで学んだ者はいないとデータを出版していた。ロンドンで最高のオーケストラであったロイヤルオペラハウスにはアカデミー出身者は一人もいなかった。コールレイはさらにこうつけ足している。この25年間でアカデミーが世に送り出した偉大な器学奏者は私の記憶には全くいない。 1864年と1865年、アカデミーは当時財務大臣であったウィリアム・グラットストーンの移行により政府から補助金を受け一時的に破産と並行の危機を免れていた。翌年、グラットストーンは大蔵省を去り、新しく大臣となったベンジャミン・ディズレイリは補助金の更新を却下した。これを受け、重役たちはアカデミーの閉鎖を決定した。 ベネットは、教員と学生の支援を受け、重役会議の議長を引き受けることになった。スタンフォードのことによれば、政府が補助金を引き上げた後に議長になった。彼は、それを再び勝ち取ることに成功し、学園の財政的信用を回復させた。また7年の間、国の音楽教育を推進させる手段について、議論している様々な公共団体と複雑な交渉を行う。 悩ましい心配ごとに耐えたのだった。アカデミーやそれ以外でのベネットの弟子は、アーサー・サリバン、ヒューバート・パリー、ジョセフ・パリー、フランシス・ベーチュ、アリスメ・アリスミス、W.S. ロックストロー、トビアス・マティなどである。ベネットの指導家でアカデミーは音楽的に保守的になった。サリバンのことによると、ベネットは彼が言うところの信仰学派に厳しい偏見を抱いていた。 シューマンは一音たりとも演奏しようとしなかったし、ワーグナーも同様だった。彼は批評のカ屋の外にいたのだ。ジプリアーニ・ポッターはホニーし、盲目的なシューマン来参者になったが、スタンデール・ベネットに対しては何をしても無であった。1850年代の終盤になって、ベネットは作曲を再開した。彼の後期作品には、ピアッティのために書かれた。 ピアノとチェロのための二重奏曲オーパス三十二、千八百五十八年のリーズシュミホールコケラ落としのためのカンタータ五月の女王座メイクイーン公共曲と単調オーパス四十三、千八百六十七年のバーミンガム三年祭のためのオラトリをサマリアの女ザ・ウーマン・オブ・サマリアオーパス四十四、ピアノ・ソナタオーパス四十六などがある波動は ベネットの後期作品についてこう述べている。1858年になってやっと彼は五月の女王という大規模な作品を作ったわけであるが、その時、すでに変化していた音楽の誤報に彼がついていけていないことが明らかになった。中力彼は保守色が強すぎて時代の流れに合わせられなかったのだ。中力彼は生涯保守を捨てなかったのだ。途端超高強曲 サマリアの女、兄弟的そなた、オルレアンの乙女メイド・オブ・オーリンズは四十年代に、すでに書かれていたのかもしれない。それらは、古い方法論の生き残り、つまり、伝統の発展ではなく焼き直しだったのである。音楽学者のニコラス・テンパーレイ、ニコラース・テンパーリーはこう記している。彼は、最後の数年間、柿休暇をイーストボーンの海岸リゾートで過ごし、 後期作品の大半はそこで作曲した。彼はロンドンでの教育活動は続けており、またロンドンや他の各地で檻に触れてコンサートを開いていた。彼は1875年、セント・ジョーンズ・ウッドの自宅にて58歳で息を引き取った。遺体はウェストミンスター寺院に葬られた。ベネットはベートーベンやヘンデルの作品の編集を行ったり、 ゴールド・シュミットとイングランドの合唱特本コラール、ブック・オブ・イングランドを強調したりしている。彼は、マタイ・ジュナン曲とヘンデルのエイシスとガラテアの皇帝府を出版した。彼は、ケンブリッジ大学だけでなく、ロンドン芸術大学でも講義を受け持った。彼の講義を本にまとめたものが2006年に出版されている。1867年10月に、ベネットは、 ケンブリッジ大学から名誉修士号を授与された。1870年にはオックスフォード大学から名誉博士号を授与された。その一年後、彼はナイトに助せられ、ロンドンのセントジェイムズホールにおいて大長州を前に表彰された。賞金は王立音楽アカデミーの奨学金と賞の設立のために寄付された。その賞は現在も続けられている。彼のロンドン。 クイーンズボローテラスの自宅にはイングランドの遺産を称するブループラークが掲げられている。ベネットは多くの音楽作品を残した。2012年現在、それらの管理は早々孫息子のバリー・スタンデル、ベネット、バリーマイナス、1939年生がオックスフォード大学のボドリアン図書館と共同で行っている。作品には 研究目的であれば自由にアクセスできる。ベネットの息子のジェームズ・ロバート・スタンレル、ベネット、ジェームズ・ロバートマイナス、1847から1928は、父の伝記を記している。ベネットの子孫の多くが音楽家や演奏家になった。孫息子のローバート、ロバート、1880から1963は、ラトランドのアッピンガムの学校で音楽監督をしていた。 トム、T.C.,1882 から1944は、作曲家、歌手であり、その娘のジョアン・スタンデール・ベネットもよく名の知られた、ウェストエンドの女優であった。そしてエルンスト、エルンスト、1884から1992は、カナダの劇場監督であった。テンパーレイはベネットに関して、ビクトリア朝の前期においては一目置かれる、作曲家だったと記している。 ライバルと呼べるような人物は、ウェズレー、1810から1876と、バルフ、1808から1870くらいであった。メンデルスゾーンのことは尊敬していたが、ベネットが模範としたのは、モーツァルトであった。波動はベネットが、激しさや情熱を表現することのできない人物だったと断言しているが、作曲家のジェフリー・ブッシュは、ピアノ演奏同様、 彼の最良の作品は情熱にあふれていながら、モーツァルトの様式となる力強さを持っていた。還元するなら、完璧に制御されていたということだ。ベネットの早い時期の電気作家であった、W.B. スクワイヤーは1885年に、こう記している。ファーマンは、ベネットの最良の作品群は、ピアノのために書かれたものであると記している。同時代の多くに見られるような外面的な、 ビルトゥオーゾ的効果を嫌い、彼が築いたスタイルは、中略彼特有の、生来の本質的に古典的な、しかし彼自身のレパートリーから、多くの影響を受けたものとなった。彼の良質な作品は極めて演奏指南であり、そのため彼のピアノ独奏曲でも、最も興味深いものは、より優しく、より人気のある作品たちの影に隠れてしまって、しまっているとファーマは考えている。 前者の例としては、ソナタオーパス13や、幻想曲オーパス16、商品組曲スイートでプジェイスオーパス24、1841年、などが挙げられる。後者としては、3つの音楽スケッチスリームシカル、スケッチャスオーパス10、ロンドピアセボーレロンドプヤチェボーレイオーパス25、1842年、ジェヌビエーブジェニビブ、 1839年をファーマンは並べている。全80作品に上る出版された曲のうち、約半数を CD への録音として耳にすることができる。中でも、最も人気が高いのは序曲、水の聖座ネイデスオーパス、15、ピアノ30奏曲オーパス、26、ピアノ競奏曲第4番オーパス、19である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。